レーで一旦ピッチを落として5番の北井勇気が先頭、そしてこの2番手もつれますがアウト2番の村澄宏、イン3番今井聡、後方から1番日浦かまして4コーナーから直線、前5番の北井が突っ張って、そしてこの2番手にはすっぽりと1番日浦を収まった、あとは6番山村3番手、2番の村現在4番手から5番手に交代で最終周回2コーナーからバックストレッチ、逃げる5番の北井勇気ですが、この2番手が1番日浦高道、あとは6番山村陽太が3番手、後ろ2番野村澄宏で最終3コーナーから4コーナーです。先頭独走5番の北井勇気、2番手1番日浦高道、あと3着争いがどうか、5番の北井先頭で合流、3着争い7番と。